木越さん、みやさん、慎太郎さん、ゆとさん、からさん、ガトランティスさん、ヤギヤギさん、ジズーさん、たけさん、げんさん、アナナさん、みっちさん、ドリーマーさん、さとまささん、トロネオさん、カズさん、ミミーさん、フーコさん、タナさん、こんばんは。カズさん、こんばんは。こんばんは。いや、オリゼさん、こんばんは。ハコさん、こんばんは。ヤギヤギさん、コウモリ、ありがとうございます。はい、まあ背景でお気づきの方もいらっしゃると思いますが、一時帰宅です。渡りどりさん、すけひらさん、こんばんは。さとまささん、ハート、ありがとうございます。そう、一時帰宅なの。しかもこれ怖いでしょ。カイトさん、こんばんは。マジで本当に本当にやばい。本当にやばいです。私はもう今。伊藤、お疲れ様、ありがとう。ひろくん、こんばんは。夜勤前、お疲れ様です。そう、今日は本当はまだ向こうにいないといけないんだけど、一つ質問してもいいですか。何でしょうか。お豆腐さん、こんばんは。ゴーさん、こんばんは。そう、明日帰る。またマジでやばーん。ももちさん、こんばんは。そう、今日はですね、撮影のために帰ってきました、一時的に。ミミーさん、ハート、ありがとうございます。豆の目さん、こんばんは。そう、撮影のために帰ってきたって感じ。そうなの。クロスストーンさん、こんばんは。撮影は楽しかったです、もちろん。あら、具合悪くてまーちゃんの昼配信見ながら季節料理でさっき。大丈夫？メッシさん、こんばんは。寝て起きたら8割復活。あ、じゃあよかったよかった。やだね、心配だわ。無理せずにね。うん。ちょっと待って、またこのくじ引き系あるの。クリスタ・レツカヨさん、こんばんは。ももちさん、パンプキンくじありがとうございます。おもろ。お疲れ気味です。トリック外れって書いてある。東京の北村玲葉さんに会ったことありますか。なんかあったっていうか、リカちゃんの卒コンでの最後になんか写真撮るときに、ちょうど3期の子たちが入ってきて、でなんか若干挨拶したみたいな感じ、あーみたいなって終わった。なんか全然喋る時間もなくて、マジで楽屋違うしみたいな、全然会えないしと思って。同じ環境に入れたらさ、普通に声かけたいなと思ってたんだけど無理だった。里正さん、ハートいっぱいありがとうございます。私もわあ、なんだこれは。最近は精神的に疲れます。でもなぜかねえ、まあ無理せずに、本当に。わかる、ハズレって何みたいなね。10連投げたら全部ハズレそれなマジでおもろいんだけど。リコちゃん、こんばんは。ももちさん、お化け、ありがとうございます。そしてこれは何、ピエロ、ハッピーハロウィンって書いてある。ありがとうございます、ピエロちゃん。トシさん、こんばんは。ゲンさん、ハート、ありがとうございます。ありがとう。マジで疲れた。でも楽しかったけど疲れた。撮影がっていうよりかはイベントじゃないや移動が、意しか合ってないんだけど。マスルさん、こんばんは。
としさん親衛隊131人目ありがとうございます。鈴人さんこんばんは。なんか OG と3期生極力合わせないようにしてたんじゃない。うーんどうなんだろうね。普通にあの2期とかもうみんなと会えなかったからさ、わかんない。どうなんだろうね、わかりません。まあでもそれはそれで楽しかったけどね。なんか自分が行ったところはさ1期しかいなかったから、もうなんていうの、1期の OG しかいなかったからさ、マジで同窓会みたいな。しかも待ち時間もクソ長いからさ、もうなんか全然全然なんかもうなんていうの、あの隣の部屋とかじゃなくてもうなんか階が違ったの。普通にエリアが違くてすごいなんか隔離されてたのうちら。そうだからもうどんちゃん騒ぎって感じだった。どんちゃん騒ぎではないけど、でも結構自由に喋ってみたいな、でゆっくり準備してみたいな感じだったよ。みんな楽しかった。ウジアのメンフェスに北村優派さんが選ばれたね、らしいよね。伊賀の橋丸さんこんばんは。前回のやつ10連勝始めそうだったよね。途中で当たりとかさ出てきたの出てくるのかなと思った、全然そんなこともなくって感じ。え違う、だってさなんかモニターとか見れるんだったら全然見たかったの、なんか音が聞こえるとか。でもそれも一切ない。だからもう本当に暇な時間でしかなくて、なんかなんなら見たいよねみたいな話してたのよ、モニターとかで。あのなんかあると思ったの楽屋にちっちゃくでも。それでなんか音とかもなんか地味にさ聞こえてるのかなとか思ったらもう何にもなくて、画面すらないみたいな。なんか本当になんかもう会議室みたいなとこに OG 詰め込まれてって感じでした。つっちーさんこんばんは。そうモニターなかったなかった。博士ゆ太郎さんパーフェクト2000さんこんばんは。今日の髪型かわいい、ありがとう。巻きポニテーです。そう巻きポニテー。そうサプライズゲストだからかな。えでもリハとかしてるんだよでもリハとかしたんだよみんなで。そうそうだよそうだよ。まあ別にいいんですけどね、全然楽しかったしいいんだけどさ。全然生配信してなかった。してたけどしてたけどさ有料でしょ、そこまでして見なくていいんだけどやすさんしゅうさんこんばんは。あ、12月7日行くつもりって、ありがとう嬉しい。ももっちさんピエロちゃんありがとうございます。原田ゆうきさんこんばんは。そうまあ別にいいんですけどね、全然。そう楽しかったですよめっちゃ。まあ結果会えたしね、短時間でも会えたし全然良いです。まあ、呼んでもらえただけ嬉しいよ私はね。ガッちゃんめぐみのさんほりさんこんばんは。そうそう そうクリスマスシーズンのイベント、クリスマスの1週前とか、クリスマスの週の1週前とか、ちょいとご飯食べてくださっきお仕事から来たくて、あ、お疲れ様、食べてきてゆっくり。うん、確かにそうかも、うん、現役メンバーね楽屋、まあ、バタバタするしさっていうのもあるのかもね。まあ分かんないけど、そうまあいろいろ事情があるんでしょう。グーさんこんばんは。そうそう、まあでもほんとその時ぐらいかな、あったとかもうほんとに見かけた程度って感じだけどでした。ゆうはちゃんでもいい子だった、すごいいい子なのが分かった。そんな短時間だけでももっとなんか今度ゆっくり話したいなとは思ったけど
あ、県民会館、まーちゃんの逆上手側だった。そっか、グーさん親衛隊132人目、ありがとうございます。嬉しい。おともし行こうかと思う。え、行きな行きな行きな。ドラゴンさんこんばんは、ハートありがとうございます。行きな行きな。かよあ、しゅういさん親衛隊133人目、ありがとうございます。ドラゴンさんハート、堀さんバラ、ありがとうございます。吹奏楽部の後輩誰、ゆはちゃん、そうなの。ゆはちゃん吹部なの。エインさんこんばんは、枝豆ミッチーさんこんばんは。あ、ゆうはちゃん水分なんだ。中学は多分一緒でしょ、さらちゃんと一緒ってことは。ひでさんこんばんは。え、でもさ、かぶってない普通に。ザンさんこんばんは。そう、かぶってないんです。私さ、中3の途中とかでやめちゃったし。そうなんだ、だからかぶってないと思います。てかさ、3つ下だっけ、中学かぶってなくない、あれ3つ下じゃない、痩せましたかって何、私が今私に聞いてる、ギリかぶってないか。そもそもさ、そもそもかぶってないっていうことになっている、もしかして。てつさんこんばんは、コウモリありがとうございます。この間昇龍のネギ味噌ラーメン食べたけど多すぎてびっくり。多いよね昇龍、なんか写真見ると多いなと思う。行ったことないんだけど。19歳になりましたってことは3つ下だよね、ってことはかぶってないよね。かぶってないんだ。でもそうだね、後輩にはなるかも。そうだよね、サラちゃんの同級生。そうだよね、なんかさ、サラちゃんってさ、まあさ、小学生の時から知ってるから、なんか中学かぶってたような気持ちになるんだよね。そう、ガチでちっちゃい時から知って、ちっちゃい時ってか、でも割と前から知ってるサラちゃんは。びっくりするよね本当に。イージスさんこんばんは。ちなみに私は多分痩せてないと思います。やつれたやつれた。そう、サラちゃんのお兄ちゃんと同級生の、割と仲良かったよ。タナさんバラありがとうございます。そう、世間ってマジで意外と狭い。幼少期は長岡市民だったらしいから、小学校も、あ、だから知らないんだよ絶対。だから知らないんだっていうのもあるかも。さらちゃんのこと知ってると思うよ。知ってる知ってる、一緒に遊んだことあるもん小学生の時とか。そう、なんかマウが一番仲良かった女の子の友達とサラちゃんのお兄ちゃんが仲良くて、でマウと、そのマウが仲良かった女の子とサラちゃんのお兄ちゃんとサラちゃんとみたいな、遊んだことある。え、しかもなんかそのマウが一番仲良かった女の子にも弟がいて、多分その弟もサラちゃんと同級生だったんだよね確か。そう、それで1,2,3,4,5 5人とかで遊んだことあった気がする。何して遊んでた、なんかもう小2とかだから、そんなんしてたの。だから普通に外で遊んだりしてたんじゃないかな、あんま覚えてないけど。外で鬼ごっことかしてたんじゃない、知らん。え、でもほんとそんなレベルだよ、小2くらいの時。
でもね、私はね、人見知りを発動してるからね。しかもあの、なんていうの、年下さ苦手だったから、全然なんか深くは関わってなくて、存在は知ってるってぐらいだった。BPM188 さん、こんばんは。そうそうそう、そう、年下ってさ、私さあんまり関わったことなかったからさ、どうやって接したらいいのか分かんなかったんだよね。アミューさん、こんばんは。そうだから、なんかあんまり、うん、めっちゃ仲いいとかではなかったけど、そう、普通に存在はお互い知ってたよ。アミューさん、ハートありがとうございます。マシュマロさん、こんばんは。美味しそうな名前だ。でも今後輩とか好きですよ。後輩とか年下とか好きです。全然ちっちゃい子も好きマジで子供ちゃんみたいなのも好きですよ。赤ちゃんとか大好き、かわいい。ケース K さん、沖縄やなわらばあさん、こんばんは。そう、マジで人って変わるよ。変わり方わかんない、気まずいな、なんかですか、ニキシって。いやでも逆になんか仲良すぎるわけじゃなかったから良かったかも。なんかさ、結局さ敬語になるわけじゃんか、向こうは。私はさ一期だし年も上だから別にためでいいけど、向こうもさ、でもともとじゃあ例えば仲良かったとしたら、まあきっとさ敬語じゃないじゃん、そんな年離れててもさ、タメ口じゃんか普通は。それでさ、そっからなんか敬語にするのもさ、向こうもなんか変な感じするだろうしさ、なんかこっちはこっちでさ、ねえみたいな感じじゃん、なんか気まずいじゃん。そうだから逆に良かったかなって思ってるよ。全然気まずくはなかった。正直いとこの子供とかどう接したらいいかと思った。いくつなのいとこの子供。もっちゃん、こんばんは。なんかでもまあもね、小学生ぐらいの子は分かんない、小中学生とかの子は分かんないけど、幼稚園児とか、うん、なんかそれ以下とかは好きです。可愛いなと思う。未来さん、こんばんは。可愛いですよ子供っちなんて。上が5歳、うわ可愛い。5歳、あれだね、語彙が増えてきてさ、生意気な感じじゃない。そんなことない。あー、喋ってくれないとちょっと、確かにそりゃそうかも。今夜のママもかありがとう、ありがとう。角元気じゃないですか、わかんないけどそれこないだあったぐらい、こないだちょっと前にあったぐらい、その時は元気でした。5歳ね、かわいいね。バンフィーさん、こんばんは。里正さん、だるまありがとうございます。なんか久しぶりに聞いた救急車の音久しぶりに聞いたよ。スノースノーさん、こんばんは。俺の顔見るといつもびっくりして無言になる人見知り、人見知りタイプかもね。ハクロウさん、こんばんは。耐え抜け、私頑張れ。ハクロウさん、流れ星ありがとうございます。ナオさん、こんばんは。
バンフィーさん、かわいい、ありがとうございます。マーマーさんって言ってる映画、あ、マーさんだったかも、サラちゃん多分。マーマーさんってあんま呼ばれたことない、マーさんとか。なんかおもろいね、マーが先輩って改めておもろくね、なんかあんまり似合わない。バンフィーさん、ハートありがとうございます。白いアルパカさん、こんばんは。そう、そう、なんか全然あれだけど、マウさんって呼ばれることが多いか。可愛いよね、後輩とか好きだよ、めっちゃ何でも買ってあげたくなっちゃうダメだよね、こういうの。本当にマジで、マジマジマジ可愛いんだもん、だって。どうなん、どう、しょうがなくね、それはしょうがなくね、可愛いもん、可愛いもんは可愛いです、はい。いとことかに小さい子いないの？あのね、私が一番下なの、いとことか。なんか近いところはマウが一番年下で、そう。カシンさん、こんばんは。そう、ゆうはちゃん後輩です。同郷の後輩。そう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 、なんだっけ。パパもママも二人兄弟で、パパは妹がいる。で、ママはお姉ちゃんがいるんだけど。大阪さん、シグさん、こんばんは。シグさん、お化け、ありがとうございます。そう、いるんだけど、パパの妹は、マオの4つ上の女の子を産んでて、で、ママのお姉ちゃんも、4つ上の女の子と、マウの1個上の男の子を産んでて、それで高橋家に私が生まれてるわけ。だからいとことかだとマウが一番下で。セロさん、こんばんは。ポポクマ、ありがとうございます。そう、マウが一番下で、ハトコだと年下いるんだけど、あんま合わないんだよね。なんかあの本当に法事の時とかしか会ったことないぐらいで、 そんなに近くに住んでないっていうのもあるし。そうそう、 FTO さん、こんばんは。セロさん、お菓子ありがとうございます。トリックアトリートですね、ありがとう。ハロウィンっぽいね、なんかハロウィンって感じしてきたね。四十からさん、こんばんは。そうそう、そういう感じです。だからなんか全然本当に、なんだろう、まあ自分も兄弟いないしさ、全然接し方わかんなくて、関わる機会もなかったしみたいな、そうって感じだけど、でも最近は結構大丈夫になった好きです、むしろ。トラ吉さん、トラ吉、トラヨシ、トラ吉さん、こんばんは。そういう感じです。四十からさん、コウモリありがとうございます。ハトコって遠すぎて名前もあんまり知らない。いや、そうだよね、合わなかったら本当に合わないと思う私の後輩になってくださいな、皆さん。あ、わかる。ハロウィンパッケージのさ、お菓子って何だの美味しそうなんだろうね、めっちゃわかる。ジズさん、四十からさん、お化けありがとうございます。かわいいハロウィンギフト。カズさん、コウモリありがとうございます。長尾さん、あ、いや、長尾さん、カズオくん、こんばんは。大阪さん、グランプリおめでとうってありがとう。はっ四十からさん、カンオケありがとうございます。カズエさん、
パンプキンくじありがとうございます。これ当たり当たりだとどうなるわけ。なんかお菓子が出てくるのかな。ね、なんか雲が出てきたじゃん今、さっきもそうだけど、お菓子がポンって出てるのかな。四十からさん、ピエロちゃんありがとうございます。ピエロちゃんってどうやってやったらいいの。ハズレを引きましたって書いてあるけど、これどうやったら当たるの。どうてか当たりは何なのかね、気になるね。ハシルさんこんばんは。あ、トリート、あ、そういうことか、トリックオアトリートってこと。あー、なるほどね。四十からさん、パンプキンくじありがとうございます。トリックでした。トリート、トリート見たい。なんかいつかあのだがどっかであの見た人を教えてください。どっかで見たら教えてください。なんか何が出てきてたよって。だから雲だから絶対なんかお菓子とかだと思うんだよね。悲しくない。走るさん流れ星ありがとうございます。なんなんマジで。だってでもそんなにさ出てからまだあれだよね、期間経ってないよねきっと。分かってよかったね。そうだね、見て今日撮影でこれもらったの、すみっこ暮らしコロコロラスク。あ、シュガーマイナー昨日から。この間のくじ引きより当たらないともっぱらないけど、あ、そうなの。なんだ。じゃあやめな。みんな。じゃあやめな。キットさんこんばんは。じゃあやめた方がいいや。やめよう。あ、あれじゃん。ちいかわコラボのランチパックってあれじゃん。なんだっけ。ピザ。あれピザマンじゃなくてなんだっけ、なんかそんな感じのやつよね。チーカマン、それそれそれじゃない。美味しかったんだ、いいな。見かけたけど買わないで終わっちゃった。でも1回しか見たことない。別になんか探してたわけじゃないけど、たまたま見つけて。カズオくん、ポボクマありがとうございます。あ、ランチパックだったら1個合ってないんですけど、え、チーカマンもあるよ。カズーさんこんばんは。チャリメラ買ったの。チーカマンなんかちょっと根付いてきてる。こうパーンってなる未来見えるんだけど、とかやってパーンってなる未来見えるんだけど、チーカーコラボのパン近くのドラストに割引シール貼って売っててかわいそうだから要回収です。え、人気ないのかな、なんでだろうね、シールとか入ってないのか。キットさん流れ星ありがとうございます。確かに確かに、さっきのさパンプキンくじのさ当たりそんな感じかもね、今のマンのラスクみたいな。それをばらまいたらできるって感じか。諦めた。リベドラさん、なおちゃんこんばんは。あ、おじやしの竹沢パン屋知ってます。もちろん大好き、美味しいよね、大好きです。サンドパン好きだしクッキーも好きです。あめちゃんこんばんは。ちいかわ書いてある分少しお高め。あ、そうなのか、そっか、じゃああんまりか。リベドラさんハートありがとうございます。いい匂い、バターだ、シュガーバターって書いてあるもんね。クルトンみたい。ほら、コロコロラスク。美味しそう。いただきまーす。うん、なんか粗め、美味しい。
元値160円。でもさ、ランチパック高くなったよね。普通のもさ60円ぐらい。あ、間違えた160円。え、近所でクリームオンプリンが100円だったら買ってきた。え、あのさ、クリームオンプリンってなんか水色みたいなパッケージのやつ、水色っていうかなんかそんな感じのやつ、サラッサラの生クリームみたいなの乗ってるやつ。サンドパンって本当新潟県あらゆるところに、そうそうそう、そうなの。え、いいな、めっちゃ好き。100円安いね。あ、100円じゃ買えない。おいしいよね。来月下旬からユニクロでチーカーとサンリオコラボ。あ、これはもう双方のファンが殺到するやつだ。うん、たまたまセールラッキーだったね。美味しいよねあれ。上がらないのは給料。いや、マジでそれ、マジでそれ、本当にそれな。給料上がらなくて物価と税金だけどん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 さ引き上げられてさ、生活できるわけがなくない？ラッコ出ないよどうせ。詰めないもん。オリアの炊き座パン昔お世話になりました。あ、そうなの？炊きパン美味しいよね、大好き。マウがさ通ってた幼稚園さ、滝沢パン屋さんのパン取っててさ、給食にすごい美味しかったんだよね、食パンとかも。ASMR もう諦めなねえ、本当に嫌だよね。嫌です。働く気力がなくなるよね、そんなんしてたら。サンドパン食べたいなって。好きなの？滝沢パン。美味しいよ。10月26日ローソンでチーカーコラボ。なんかすごいね、すごいね、やっぱチーカーって。なんかさ、あれが好きなんだっけ、あれが好きじゃないあの11月のさ16日からさ、池袋パルコでさ、なんかチーカーレストランとかになんかオープンするの超楽しみでさ、行きたいんだけど年内とかはもう予約制、なんか抽選になるから、そう、友達と当たったら行こうねって言ってるんだけど、めっちゃ可愛いのよ。なんかね、ウェイトレスみたいな感じのグッズとかが出るの。それラッコもいるの。マジで行きたい。当たれって感じ。好きなのか。美味しいよね、いいよね。まあもう食べようかな近いうちに。そう、抽選なの。そうなの。ローソンのティッシュストッカーにラッコあげ。そうなんだ。え、なになに、コラボって、コラボ商品が出るってこと？くじ？なに？ゆうさんこんばんは。コウモリありがとうございます。売り上げに連動した場合があるので、値上げが賃上げにつながった珍しい。あ、そういうパターンもあるわけね。はあ、なるほどね。そっかそっか。グッズ販売か。もうさ、どうせ転売屋に買い漁られて終わり。
嫌です、本当に。やだ、どうせ買えないな、本当に。受注にしてくれ。なんかマジカルチーカはとかいうのもさ、なんかすごいもう速攻売り切れたっぽいよ、なんかオンラインくじとかも。っていうかさ、私さ、あのカワウソ、ちいかわのカワウソさ、なんかくじやったの、出てた時にオンラインくじ。あれさ、全然さ、全然届かないの。え、でもね、もともとね11月くらいになりますって言われてたの。絶対忘れた頃に届くよねって思ってたんだけど、もうちょっとしたら届きそうなんだよね。11月って確か書いてあったの。だから11月中に届いたら嬉しいなーの気持ち。なんかサイズが違うの。デザインは全部一緒なんだけど、 ABCD かな、 ABCD の章があって、 A 章 B 章みたいなのがあって、まあ一番下のなんかほんと これぐらいのさ、あのストラップになってるなんかマスコットストラップみたいな、なんかそれが一番欲しくって、そうで、やったの。そしたらちょうど一番小さいのが出て、ラッキーと思いながら、まあ一番確率高いんだけどね、外れはないからどれかしらは当たるんだけど、そう、なんかそういう時に限ってでかいの引いちゃったりとかする時あるじゃん。そうだからほんとお願いだからちっちゃいの来てと思ったけど、ちゃんとあのちっちゃいの弾けたからよかった。そうそう、新潟の青ちゃんこんばんは。忘れた頃に届くの NGT のグッズでじゃあそんなもんだよね。ね、まあちいかわなんて特に人気だからそうだと思うんだけど。あー、島村とかね、アベイルとかってなんかおパンチとかさ、ちいかわとかなんかそういう人気商品はさ受注やってくれるよね。あのネット販売とかもあったりとか。桃太郎さんこんばんは。新潟の青ちゃんハートありがとうございます。ありがとう。高俊さんこんばんは。なんか暑いねこっち、すごい。なんか新潟の気温に慣れてたらもうこっちが暑いです、普通に。困った困った、体温調節が難しいです。新潟今日寒すぎ、寒かったね本当に。なおさん魔女のお帽子ありがとうございます。そうそうです、本当に。明日おばあちゃん家行くことにしました。おばあちゃんが待ってるそうなので、おばあちゃんのお家に行くことにした。楽しみ。夜になって急に温度下がってきた。明日朝は9度まで。9度。一桁やだね。としのりさんこんばんは。やだね、本当にみんな体調を崩さないように、まあとにかく体をね温めてくださいね。うん、気をつけましょう。頑張ろう日本。明日朝トンボ帰り。そうそうなのよ。眉毛サロンだけ行く。なんかそんなに変じゃないんだけどさ、今なんか行けるタイミングなさそうだからさ行っとく。明日朝朝一で眉毛サロン行ってそのまま帰る。セブンのお芋まん食べて美味しい。え、食べれてない。なんかさ食べたいなと思ってさ、行ってみたんだけど、なんか棚はあったけど物がなくて、そうだから食べれてないです。まだ見つけてさあったら買おうかなと思ってる。
体温が5度4から上がらないから着る毛布を出し、あ、それはそれがいいと思う、それは出した方がいいと思う。マジか、5度4か、マウとなかなかにいい勝負だね。マウは5度8がデフォです。え、肉まんデビュー、まあ肉まんは結構前から食べてるよ。おでんがまだ食べてない、今年おでんデビューしてないです。おでんデビューしたいな。あの三角のグレーのこんにゃくが好き、まあはおでんで一番で、おでんはセブンのおでんが好きです。美味しい。今日はこのあともう速攻お風呂入って早めに寝ます。おっさんこんばんは。そう、早めに寝るの、眠いから。あ、はんぺんも好き、美味しいよね。はんぺんかこんにゃくかな。あー、もち巾着ね、おでんくんのやつね。こないだ川越の祭りでもんじゃ焼きまん食したけど、なかなかにおいしかった。へえ、おいしそう、もんじゃ、うん、おいしそう。あー、大根ね、いいよね、し味がしみしみでおいしいよね、大根。うおでんくん見てると本当におでんだ。それ水族館で魚見てお寿司食べたくなるみたいなこと。またそれは違う、別物。よしちゃんこんばんは。つみれと昆布巻きはいい出汁が出る。あー、いいじゃん、いいよね、出汁って美味しいよね。今日の全身はどうなってん、え、今日の全身はさ、服そのまま着てそのまま撮影したからさ、全然着替えたもん、部屋着、普通にパーカーに部屋着なだけです。パジャマじゃん。そうだから何の変哲もないです。魚は違う。そうですか。うん、うん、パーカー1個あると便利だよね。まあもう普通に部屋着用で、あのどこだっけ、これ GU かユニクロかどっちか、ユニクロでした、ユニクロで去年かな買った、これしかも多分メンズの XL だと思う。メンズとかどこに書いてあんねん、これは。書いてないのかな。でもメンズの XL かも。そう、スウェットとパーカーはねあると便利。 XL だよ。鈴木一郎さんこんばんは。もちさんおかえり。そんなに大きく見えないんだって、うん、ガタイがいいってことだよ。そうなんだよ、だね、あの女の人の L とかだと普通にちょうどよくなっちゃうから好きじゃない、着ない。トトロのお腹さんこんばんは。パーカー多すぎて場所取ってごめん。え、わかる、かさばるよね、マジで、マジでかさばる。
それはねめっちゃ余ってる。ほら、げんさん、お菓子ありがとうございます。がー、はるかちゃん配信してんのよ。何時までやるんだろう。時間言ってた？時間書いてた？何時までって。そろそろあったかい飲み物が美味しい。あー、わかる。ココアとかいいよね。そっか、イベじゃん。え、あれですか。カツさん、こんばん。10時でイベ終了。オッケーオッケー。うわ、待って、やばい。缶のコーンスープやばいね。やばー。あ、そ、ん？終了？土曜日なのに？そういうのじゃないの？え、コーンスープさー、缶のコーンスープ、高校生の時毎日飲んでた。マジで争奪戦なの。あのさ、学校のさ中に自販機あったんだけどさ、あのマジ争奪戦なの。そうだから売り切れてたりするの。そうか、寒い日買ってね、言ってた。買って飲んでとか言ってた。あ、土曜なのに最終日なんだ。そうなんだ。何分に終わろうかな。45分くらいまでやろうかな。まあ、じゃあ45分までやって、その後はるかちゃんのとこ行ってみよう。最近だとミネストローネとかオニオンスープもある。あ、そうなの。ミネストローネって見たことないかも。オニオンスープはなんか見たことあるかもだけど。へえ。あ桃っちさん、パンプキンくじありがとうございます。また外れ、トリックありがとう。確かに具が残る。あれ、こうやってこうやってやるんだよ、液体がまだ残ってる時に。こうやってこうやって飲むんだよこう最後え、自販機でさつまいもミルクって。美味しそう、美味しそうだね。見つけたら買ってみようかな。美味しそう。普通にスイートポテトみたいな味だったら美味しそうだよね。かゆいなんか。もうずっとトリックだね。トリート、どこでしょうか。勇気が出なくていつもそうそうなのか。まあちょっと見つけたら買ってみるね。じゃあ、ゼロさんこんばんは。今何してる。え、特に何もしてない喋ってるまったり喋ってる以上って感じ。かゆ、何もしてないです。特にすごくね、なんか外大丈夫そう。あー眠いね。ほんと何もしたくない、マジで。わー眠い。頑張れ私、頑張れ。
てかさ、いいんだよ、こっからさらにお風呂に入るってのがめんどくさいんだよマジで。本当にやだ、本当に眠たい、マジで。配信者が見てる人に今何してんのって聞くけど見てんだよって感じ。確かにね、まあもうでも何してたとかは聞いちゃう。今日何してたとか、今日何すんのとか、どうですかとか、調子どうですかとか聞いちゃうけど確かにね。え、まあちゃん髪伸びた。え、今日さ撮影行ってさ、スタッフさんにも言われた。スタッフさんっていうかさ、スタッフさんっていうか言われた。でも撮影でも言われた、髪伸びましたねって。え、そうですかとか言ってえ、前絶対そんな長くなかったですよって言われた。あ、マジかと思って、やったーって言っといた。やったー伸ばしてるんてか、エクステですかって言われて最初、いや地毛ですって言ったら、え、めっちゃ伸びたって言われて、え、そうですかとか、伸ばしてるんですよって言って、そう。いや、でも結構高い位置で結んでるんだけどさ、で見て伸びた。青木さんはいなかった今日は。伸びたね。ブン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 。巻きのポニーめっちゃ似合う、嬉しい、ありがとう。髪ずいぶん茶色くなったから育成でも、え、ね、やっぱそうなの、あと染めましたって言われたんだけど、いや色落ちかもですって言った。違うのかな。感じに揺れてるでしょ。パッ。いいでしょ。これは全部同じ向きに巻いて、最後溶かして同じこういう感じになって、こういう感じになってる。小悪魔感あるよね、わかる。こうやって、え、ポニー似合うって言われたのめっちゃ嬉しいんですけど、上杉さんこんばんは。その仕草だけで稼げるどういうこっちゃ、どういうこっちゃ。巻きポニーってさ、いいよね。なんか普通のポニーテールだとさ、私もさっとしちゃうんだよ、なんか。そう、だから、だからいいです、よかったです、そう言ってもらえて。今日は前髪の横納得のいく感じになった。え、なんかさ、納得がいくっていうかさ、まあ、時間なさすぎてなんかチキチキギャーってやっちゃったんだけどさ、大丈夫かな、変じゃない、まあ、いっか。ポニーで横顔眼福、えやったー、嬉しいです、ピースピース、やったー。変な質問して今うと芸能人なの？いや、一般人でしょ、うん、一般人です、全然芸能人じゃないです。だって芸能人じゃないよ、そりゃ。だって何もなってないもん。そうだよ、芸能人じゃないよ、一般人だよ。一般芸能人じゃなくて、間違えた、一般人大学生です、イコールただの大学生高俊さん、だるま、ありがとうございます。
そう、わかる、軽快な感じがする、軽そうに見える。だ、事務所には所属してないんだ、所属所属してないんだ。そうなの。うん、確かに元芸能人かな、一応、うん、一応元芸能人って感じ。汗汗って感じです。全然一般人だよ、一般人配信者って感じ、うん、配信者じゃない、じゃあライバー、ちょっとライバーみたいな、ちゃんとライバーちょっとライバーって何って感じだけど、若干のライバーって感じ。どうしたんだろうね、すごいね、タイムだし。インフル、いや、インフルエンサーってほどでもなくない、まあ、そう、そんなそんなって感じ、おこがましいですという気持ち。全然そんな大したあれじゃないけど、私は「ハッシュタグ #PR」とかつく日が来るかな来るかな、どうだろうね。ゲームしたりするの？しなーい。なんかものによる。あ、そうだ、あのさ、もうちょっとしたらさ、桃鉄さ、ワールドが出るの。こないださ、パパとさ、てか3人でなんか買い物に行った時にツタヤに行ったの、家族で。で、その時に入り口のところにでっかくポップがあって、ごま豆腐さんこんばんは、そう、でっかくポップがあって、え、待って、パパワールド出るよって言って、で、なんかさ、宣伝画面みたいな、なんか CM みたいのがさ放映されてたのに、ちっちゃいモニターみたいな、そこになんかすっごい面白そうな映像が流れてて、え、もうこんなん絶対買おうとか言って、もうお正月はもう桃鉄やりまくろうって言って約束した、すでにもう年末の予定決まりって感じ。もうこれでマジ楽しみ。え、多分ね、日本で一番楽しみにしてるうちらが。そう、桃鉄とかもやるけど、なんか決まったゲームしかしない、なんか対戦ゲームとかやんない、 APEX とかそういうのはやらない。もうマジでお正月どっこも行かないで一生桃鉄してるうん、もうマジで99年やろう、100年行こう、最後にしたゲーム桃鉄この間やったドンテンさんこんばんは。え、でもマリオカートとかも好き、マリオカートも持ってる。なんかルイージマンション欲しいんだよね。ルイージマンションってさ、スイッチあるでしょ。ルイージマンションめっちゃやりたい、欲しい。サンタさんにお願いしようかな
来ないですもうサンタさんマジで。えマリオね新しいやつ出たよね、なんか出てたよね、わかるよ、なんかマリオがゾウみたいになるやつでしょ、出てた出てた。え絶対 iPad 充電切れてるよねもう。1%やばい、ルイージマンション調べられるかな。あったあった、電源切れたあったあった買おうかな、面白そう、なんか新幹線の移動の時とかにやりたい1%。でもちゃんと出た、ルイージマンション出て電源切れたセーフでした。だってサンタさんって言ってもね、めっちゃまだじゃん、めっちゃ後やん、だって今 10月の21とかでしょ、まあ25としても2ヶ月あるじゃん、だって。え買おうかな、なんかのタイミングで。切れた、びっくり。桃鉄ポケモン堂盛りは新シリーズとか言っちゃう、あそうだよね、ポケモンとか好きな人ってね、そうだよね、いろいろ種類出てるしね。そっか、そうそう、マウはね動物の森はもう買わなかった、なんかやりたいなと思ったけど流行ってたし、そうだけど絶対それしかやらなくなるからやめといた。なんかさ桃鉄さん、なんだっけ、スイッチ買ってさ割とすぐ買ってやってたんだけど、ちょうどコロナ禍で自分が実家にいる時、こっちに来てなくて実家にいる時に買ってて、でハマっちゃって、それで落とした単位とかある。もう全部取ったけど、もう全部取ったから言うけど、桃鉄のせいで落ちた単位あります。ティダカンカンさんこんばんは、お菓子ありがとうございます。そうおもろいよねマジで。そうなんかそういう系のゲームはやるかも、割と。そんなことあった。そうそれでなんか課題とか後回しにして桃鉄やってて、そうで課題やらなくて、なんか後から出したけど出席になんなくてそりゃそうだよね、間に合ってないもん。そうだから休みすぎってか、なんか出したけど休んでるっていう感じになってて、そう休みすぎで単位落としてた。1,2 個だよ。そうガチでおもろいよね、全然笑えないけど。そうだけどもう撮ったからいいです、今だから言える話。そうだよ、卒業後に言える話もあるから、みんな楽しみにしててね。卒業したらいろいろ話したいんだ。そうだからみんなまずはマーが無事に卒業できることを祈っといて。取れれば全てが思い、そうだよなかなかいないでしょ、桃鉄のせいで単位落としてる人。あとどれぐらいで卒業？11、12、1、2、3、5ヶ月、半年ないぐらいじゃない？え、やっば、早っ。
卒業危ういね。なんで危ういかも全部言うから、ちょっと待ってて。なんで危うかったかも言うから、終わったら全てが、全てを終わらせてから言うから。もうさ、逆に親しみようが、そりゃそうよ。のんのんさんこんばんは。いやだから、なんで危ういかも、うん、そうだね、卒業後に分かる。そう、まあそんな感じだし。え、状況知ってる知ってる、もちろん知ってるよ、さすがに。だからめちゃくちゃ応援されてる、絶対に卒業して頑張って言われてる。そう、しかもさ、本当にもう今ってさ、もうどこに行っても何をしててもさ、もう就職決まった、仕事どうすんのとか言われんの。人生は謳歌してるよ、危ないけど首の皮一枚で人生謳歌してるって感じ、マジで。いつもそう、まあとにかくひたむきに頑張るしかない。はい、ということでした。明日は実家に戻ります、前戻ります。はい、私はお風呂に入った、とりあえずはるかちゃんの配信行ってお風呂入って寝ます。あ、かんさんこんばんは、ありがとう。みんな、そう、まあギリギリを攻めて最後には卒業できるように頑張りたいと思います。ということで、ありがとう、ありがとうね、体調ね、あのみんなも本当体調気をつけてください。無理せずにゆっくり休んでね。じゃあおやすみ、ありがとう、また明日ね。